はい。皆様、こんばんは。かぶくんです。よろしくお願いいたします。えー、アナ×羽生結弦1一問一答インタビューっていう動画を、今、まあ、ここで、ちょっとこれ、えっと、見てまして、あの、感想をお話ししていきたいと思います。今はね、初めて見ながら、あの、思ったことをね、えー、そのまま語っていきたいなと思います。まずね、サムネがとても可愛いなって思いました。なんか飛行機のね、あの、模型を持ってて、 なんか、うん。そういうふうに僕は感じましたね。とても素敵で。で、こう制服、僕結構制服フェチというか、好きだったのであ、好きなので、あの、ね、あの、だから、そう、そういったところも、で最近、まあ、アの、ねで、踊ったりとか、すごいやって、キレがあってるんですけど、あるんですけど、表情がね、もう、キレが、表情もよくて、なんかなん、凜々しくなってきてるなって、ちょっと、思うので、そういったところから、ちょっとね、感想を持ったんですけどね。 はい。では、ちょっと、おすご,いすごい、すごいこれ、座るところからかっこいいね。いや、でも、これは、かっこいいね。やっぱね、今、動画を止めちゃいましたね。あのー、おすごい、かっこいいわ、やっぱ。なんか、うん。すごいね。あ、でも、ちょっと、表情はやっぱりね、やっぱ、お疲れなのかなっていう感じが、最初、するかな。うん。で、ちょっと、ちょっとじゃあ、はい。えーうん、じゃあ、動画を動かしていきますね。 ね、貴重な制服をということで、うん。この服に、えー、はじない頑張りをしたいと思います。うん。ああ、でもちょっと今日はね、あれかもね、まあ、最近、いろいろあって疲れが少し溜まってるのかなっていう感じが、やっぱ少しあるのかな。うん。うん。タイムトラベルできるならどこにいるの質問は、こう、3歳。3歳とか。やっぱり無邪気な自分、 っていうところななのかなやっぱ3歳とかだとやっぱりこう何でもこう何て言うんだろうねあのー、やっぱ自分のしたいことをこう純粋に表現ができたりできるからそういった頃に戻りたいやっぱ大人になると考えすぎたりとかしたったりして収拾つかなかったりとかするから素直な気持ちを言いたいっていうところがあるのかなうんでもちょっとね羽生君の言葉一つ一つは奥深いのでちょっとあのあっ物心についた頃に戻りたいということ。 うん、なるほどなるほど。な特別な努力を持てんなら何言うんだろうこれは何なこと言うの何言うんですかね。うん。あこのところがねさっきもコメントあったんですけど「永遠に生きられるなら何をしていきたい?」っていう質問に対して「永遠に生きられないような発明をする」っていうところが。 ちょっとこう意味深いって思っててあの今って永遠に生きられませんよね人間ってあのまあ100歳とかで頑張って亡くなってしまうんですけどそれを逆に永遠に生きられないような生きられないような発明をするっていうところがその意思を感じるんですよなんかだって発明しなくたってあの で必ず人間は有限で死んでしまうのがあるので、それをあえて発明するっていうふうに言うっていうところが、こう意志を感じる強いそのメッセージを、えー、感じますね再現の。再現がない自由って退屈だと思うということで。うん、ああ。やっぱいろんな経験、やっぱ3.11からなんだ。ということみたいですね。 終わりがない犬の人だったら幸せをこんな感じることができないということをおっしゃってます。うん、4歳半からオリンピックで2連覇したい。夢を持ってた。ウルトラマンにもなりたいっていう話があったんですけど。ああ、でもね、これはね、昔も俳優君どっかで言ってた気がしますね。あの、うん。えー、やっぱちっちゃい時は、ね、ゲームしたいとか、なんかいろいろこう、他、友達と遊んだりしたかったっていう話があったけど、やっぱ、 スケート練習ね、ずっと履けてたっていう話があったと思うんですが、今回もそれを少しこう語っていますよね。うん。これ、ぼそっと言ってますけど、面白いですね。あの、ジンクスはある。あの、左か、左足から履いたりって、これは靴を履くっていうことかな。これ、スケート靴のことかな。やっぱりバランス、どうしてもこう、右の方に行っちゃうから、逆に左足から履くことによって、バランスが、あれかな。 あのよくななるっていうことなのかなベッドメイキングあでもねベッドメイキングはねあのスポーツ選手はやっぱりみんな言うかもしれないですね。イチローさんとかもなんか言っててやっぱあの結構そのベッドメイキングをすることであの心の精神状態もメイキングされるというかだからこう雑念がなくなったりするのがあるので片付けたりとかあのなんだろう,こう身の回りの整理整頓をして。 練習励んだりとかすることによって、こう、まあ集中がしやすかったりとか、変な雑念っていうのがこう消えていくと思うんで、そこら辺はちょっと、あの、なるほどだと思いますね。で、成功エピソードはピョンチャン五輪で、失敗エピソードはソチ五輪ということで、なるほどね、ということですね。うん。あ飛行距離に乗ることは好きです。でもこれ、これさ、これさ。 あのアナの前であの嫌いとは絶対言えないからまあもちろんね純粋好きだと思うんですよでこの質問はなかなかでも羽生くんは高所恐怖症とかじゃないのかなそこはあれか飛行機とは高所恐怖症はあんま関係ないかあでも僕も好き景色とでも雲の景色とかすごい好きだからなんかうんいやーなるほどねあのでも飛行機確かに飛行機はちょっとあのずっと座ってるときついからそこら辺がなんかね あの、エコノミークラスとかでもなんか、ゲーム、待っているイヤホン、オーディオ機器を周りに置くのか。あまあまあ、まあ、ね、っていう感じですね。あ、あの、あ、ここでカボスジュースだったら、なるほど。カボス、ああ、そっか、それでさっき、コメント欄でカボスジュースっていう話が出たのかあの。あ、ここでね、でこれカボスジュース、今、ハニオ君がカボスジュース好きだって言ったから、またカボスジュースね、 注文が殺到ししてるらしいで,すよ、ね、でもカボスジュースは健康にいいみたいな、なんかあの完結でちょっとレモンっぽい感じなのかなうん。なんか柚子っぽいとかそういうことね。なんか、うん。健康にいい感じがあるんで、それが好きですっていうことで。はい。またカボスジュースの、あの、和食9割とか、うん。ANA さんの和食が好きっていう。うん。 やっぱり旅に持ってくるのはスケートグッズ。うん。もうだからもう、旅はもうスケートのためですよね、もうね、だから。うん。羽生君あれかなまあ、スケート、あ、でもフィンランド行きたいのか。あ、でもフィンランドと羽生君はね、すごくイメージがつくかも。なんか、あの、ね、なんか、わかんないけど、フィンランドと、あ、イタリアとか行ってみたい。ああ、でもフィンランドの方が羽生くんなんかイメージがつくなっていう感じかな。雪の女王のなんか、 のような,なんか王子様的な感じがあって、まあ、北欧の方を旅行していくと思うんですけどなんかそういうイメージがちょっとあるからなんかうんそういう風に、ね、思ったりはするんですけど、ね、まあでもこの辺はハマってることはなんかあでも新章風景とか描くことを、えー、はハマってるっていうのはなかなかはいちょっと困らせて入っちゃったね。 羽生くんイタリアに行きたいっていうふうにおっしゃってるんで、イタリアでアイスをーやってほしいな、いや、イタリアでね、アイスーは僕、やると思ってるんだよね、羽生くんが、うん、なので、あのちょっとイタリアとかでやってほしいなと思います。次はオリンピックもイタリアだし、うん、今回、正座してみてるんです、<laughs> 正座してみちゃいますね、あそうですね、あリラックスしたときはすることはあ これもえ、え合成合成ソフトでできたゲーム実況を聞きながら目をつぶるな。なるほど。すごいやっぱマニアックな世界だなと、ちょっと思います。すごい。4回転半やっぱやってるんだよ。いや、4回転半やっぱ今もやってるのかな。でも練習風景をちょっと見てみたいな。うん。いろんな、うん。 プログラムたちっていう話をね、反逆よく、ね、いろんなプログラムにしてますけど、4回転アクセルの練習してるのか、でも、うん。う怪我に気をつけてやってほしいんですけどね。あの、でも、いつかやっぱり見れるのかな、ショーとかでね。うん。ああなるほどね。やっぱり音楽を聴くっていうことがリラックスになるって。音楽 っていうところが、やっぱ、羽生くんの人生にかなりこう、重要なのかなっていうすごい感じますね。だってほら、バックステージなんかでも音楽聴いて、うわーっとかなってて、聴きたいときね、やっぱ音楽との人生、切り離せませんね。うん。やっぱそれはやっぱ、もうそれリラックスできるのか。ああ、でも、うん。うん。でも、たまに見せるウル、ウルトラマンが好きとかなんから、ギャップもね、ところが、 うん、幼い頃から変わってないとかわがまま負けず嫌いっていう、ね、のがあるんですけど、うん、9歳の頃に書いてたことが全日本で書いてたことあ猫みたいって言われるのか猫足ょうとかっていうのはね聞いたことあるんだけどああでも猫足ょうってねなんか昔聞いたことあるけど羽生くんもなるほどあっ拓楽寺が当たったら何するえ気になるえっ何何何なんだろうね 宝くじ渡ったら、細々と、靴とメンテナンスですか靴とメンテナンス。なるほど。やっぱり、もう、いやーなるほどね。靴の、スケートリンクを作りたいとかかと思った。あ、でもさ、あれかな。頭皮マッサージがマイブームなんだ。なるほどね。そっかそっか。やっぱり、やっぱ体のメンテナンスとかね。うん。 人生で一番楽しかったことは、ピョンチャンオリンピックのフリーの、なんだろう、これをシークエンス。あやっぱりダンダンっていうところかな。でも、ギフトの一番最後もね、これをシークエンス、やっぱりあそこやってたから、やっぱ相当思い出があってね、やっぱ相当すっきりするから、やっぱ、おととい入ったのか。え、なんで泣いたんでしょうかね、なんでだ。で、これ、動画、セビが、アブラゼビ泣いてるから、多分これ撮影したのは8月じゃない多分。ね。 まあ多分、油ゼミは泣いてないと思うから、今の時期はそんなにね。そんな気がする。わかんないけど。結構、結構前の方に収録されたのかな、これはね。うん。はい、えー、うん。もう、羽生くんは僕の予想通り涙ぼろいのかなって、ちょっと、あ はい、待って。深い深い深い。よいしょ。これ深いけいうかちょっと見よう。生まれ変わるなら何になりたいという羽生結弦。あ、そう。これはね、僕ね、さっきコメント読んで深いなって思ったんですけど、生まれ変わるなら、ね、何になりたいで羽生結弦っていうのは即答をしゃってる。即答ですよね。即答ですよ。即答。ねえ。ちょっともう一回見よう見よう、と即答なのかなチェックしよう。多分即答だと思う。これ即答ってすごくない即答ってね、ねえ。 あ、ちょっと考えたか。あ、でも、でも結構自信持って言ってるから、やっぱり、でも、羽生結弦であることで難しいって言ってるけど、やっぱり、あれかな。うん。ああ、なるほどね。ちょっと、やっぱり、深い。深いね。深いっていうか。うん。自分の好きなと、これも深いね。あのさ、この、 負けず嫌い。さっきさ、自分の特徴のところで負けず嫌いって出てきたけど、自分の好きなところに負けず嫌いも入ってるっていうのがちょっと、こう、なんて言うんだろうね。それ逆にその、それをこう認めるっていう力かな。やっぱりね。ネガティブっていうところ、自分の好きなところを上げてますけど、これ僕初めて聞き,聞きましたよね。やっぱネガティブって、ネガティブマイナスイメージがあって、あんまりこう長所になりにくいのかなって思うんですけど、 羽生くんくん、こネガティブっていうところ自分の好きなところをあげてるって、これ、それを認めちゃってる、認めれるところが、自分の、もう自分磨きというか、もう自分を知る力っていうのが、すごいやっぱあるなって思いますよね。はい。まあちょっと今日は疲れがある中でも、そういったところをちょっと言ってるので、で相当なやっぱりあれかな。うん。 あ、ファンの皆さんに伝えたいことは何でしょうかねいろいろこうね、いろいろ感あるとは思うんですけど、ちょっとこれは誰が言ってくるのかなってちょっと気になっちゃうなって思います、ね。あ、これからも全身全霊で羽生譲弦を貫き通す。あ、でもこれは強い意志を感じますね。はい、ありがとうございます。ございます。いやー、最後の言葉、なんか、なんていうのかな。 来たねうん、ちょっと正座してるから足がじわりしてきてるってのもあるんですけどももうちょっとそんな状態を置いといていやなんか意思を感じましたね今日もね、うん。に譲弦を伝える時とてやっぱ自分のねいやも本当になんかさっきのネガティブなところが聴子っていう発言もあったりとかねしてなかなかやっぱり深いなと思うんですけどね。生まれ変わっても羽に譲る確かに ここはね、なんか、すごいね。うん。はい。あね、確かに、海外ファンのためにも英語字幕をつけてほしい。確かにね、コメントでありますけどね。でもね、確かにね、これは見たいなっていう方も結構多いと思うんですけどね。やっぱり、うん、なんか予想通り、しんみり。でも、ちょっと意外だなっていうところもありながらね。うん。っていう感じで、ちょっと見てみました。はい。うん。 でも最後のところに一番大きなメッセージ込められているかな、やっぱりね、あのー、これからも全身全霊で羽生結弦を貫き通しますね、っていうところがなんかちょっと、これファンに向けてのメッセージですからね、はい、っていうとこですかね、やっぱり、うん。あ、生まれ変わっても羽生ファン、確かに、生まれ変わってもファンも羽生ファンでいたいっていうい、ね、気持ちがやっぱ強まっているのかな、さらにこれはね、 ねえ、あの、ファンの皆さんもかなり、あれかなな、なんだろう、意志が固くなってきたのかなっていう感じはちょっとしてますからね。はい。というわけで、あの、見ながらちょっと感想を述べてみました。ありがとうございます。